ゴルフガング・ケターレは、ドイツ生まれで、アメリカ合衆国で活躍した、物理学者である。2001年、希薄なアルカリ原子ガスでのボース・アインシュタイン凝縮の、実現、及び凝縮体の性質に関する、基礎的研究により、エリック・コーネルとカール・ワイマンと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。1995年、ワイマンらとは独立に、 ナトリウム原子のボースアインシュタイン凝縮を実現した。ハイデルベルクに生まれ、ハイデルベルク大学、ミュンヘン工科大学で学び、マックス・プランク量子工学研究所で、ヘルベルト・バルターラの下で研究し、1990年、マサチューセッツ工科大学のディビット・プリチャードのグループに加わった。1993年、MIT の助教授、1998年には、 教授となった1995年の期待原子のボースアインシュタイン凝縮の成功の後、ケターレのグループは1997年に2つのボースアインシュタイン凝縮した資料館の干渉を観測し、原子レーザーを初めて実現した。2003年には分子のボースアインシュタイン凝縮を達成し、2005年にはフェルミ凝縮における潮流道の実験的証拠を示した。 h t t p c ミット m i t e ト u スラッシュ k e ピー e r エ e グループプロジェクト1997インターフェアレンスインターフェアレンスベック h t m h a t h t t p p h y s i c o r g a r t i c l e s w o r l d 1 2八 h t t p トエル m ラッシュ n e w s o f i c e ラッシュ k e t t e r l e h t m l h t t p スラッシュスラッシュクアドットミットド,ドットエトゥスラッシュケーテティエールーループエクスペリメンタルセットアップペックスアイポータル HTML ありがとうございます。